今週は5月29日から6月6日までの話題を5つお届けします。まずはこちら、5月29日第五中学校で行われた蛍鑑賞会の模様をお伝えします。第五中学校では地域に根ざした環境教育活動の一環として、荒川区蛍を育てる会の皆さんの協力のもと、ビオトープでの蛍の飼育に取り組んでいます。あっという間の10回ですけど、まあ、毎年毎年いろいろな問題があって大変ですけども、どうにか続いてこられましたね。ちゃんと飼育すればもしかしたら難しいゲンジボタルも育つんだよということを分かってもらえると嬉しいですね。4月25日にはホタルの放流式が行われ、生徒たちがゲンジボタルの幼虫を放流、それからおよそ1ヶ月間ビオトープのゴミを拾うなどして大切に育ててきました。鑑賞会は都会では見ることができないホタルを地域の方にも見てもらおうと、ゲンジボタルが成虫になる時期に合わせて開催されました。去年も見に来たので、今年もホタルやっぱり東京でも見られないので楽しみに来てきました。早く見たい。やっぱりこの3年間ずっと見てきてるんで、今年もそのいいホタルが見れたらいいなって思ってます。鑑賞会初日には第五中学校の生徒や保護者のほか、ビオトープの設置に関わった地元企業の方などが参加。ビオトープの周りを囲ったドームの中でホタルを鑑賞しました。訪れた方たちはホタルの淡い光が舞う様子に思わず歓声を上げていました。3日間にわたって開かれた蛍鑑賞会には延べ600人の方が訪れ、ゲンジボタルが光り輝く姿を楽しんだということです。続いてはこちら、2つの話題をまとめてお伝えします。5月30日区役所周辺で荒川区環境美化の日一斉美化活動が行われました。区では荒川区町の環境美化条例を制定し、区と区民が協力して清潔で美しい町づくりに取り組んでいます。この日は区役所周辺の一斉清掃が行われました。荒川区では町の環境美化条例で毎年5月30日を環境美化の日と定めておりまして、その日に明治通り周辺を町会の方々であったり事業者の方々にご協力いただいて美化活動を行うことで、町の環境美化意識の向上を図ることを目的としております。地域が一体となって美化活動を行うような町にしていければいいなと思っております。一斉清掃に集まったのは明治通り周辺の町会の方々をはじめ、事業所や観光所、区の職員ら162人。ビニール袋と火ばさみを手に、宮地交差点から荒川警察署前交差点までの歩道や周辺道路を回りました。前はペットボトルとかね、いろいろあったよね、窓からポンポンって今。だいぶ減ったよね、うん、でもやっぱり吸い殻が多いね。今はタバコが多いね。タバコが多いね。あるもん、ほら。あ、本当だ。参加者らは植え込みに落ちたゴミなども丁寧に拾い集め、空き缶やタバコの吸い殻など70リットルのゴミ袋1袋分と45リットルのゴミ袋2袋分を回収しました。5月31日、サンパール荒川で荒川コロバン体操リーダー交流会が開かれました。
荒川コロバン体操は荒川区と首都大学東京が共同開発したオリジナルの転倒予防体操です。現在区内26会場で実施しています。交流会ではまず15年以上リーダーとして活動した方への感謝の会が行われました。記念品が贈られた後、一人一人が荒川コロバン体操とはという問いに答えました。あなたにとってコロバン体操とは？はい、元気でいられること、また数多いお友達との出会い、本当にこれからも一生懸命頑張っていきたいと思っております。100歳を目指して頑張っております。交流会ではこのほか膝腰痛予防体操のポイントと題した講演も行われました。最初から山田先生や他の方たちとご一緒に最初から始めたんですよ。でもね、こんなにね皆さんに喜ばれる体操とは思わなかったの。それでピアノの伴奏がついたら途端に素晴らしくなりました。とても楽しく18年やっておりますわ。参加者の方に回らなきゃいけない年代なのにリーダーとしてやってるのはちょっとって自分自身は思ってるんですけれど、でもみんなに社長とかなんか重役とか言われて、それで今その気になって楽しくやっています。荒川区環境美化の日一斉美化活動、荒川コロバン体操リーダー交流会の話題をお伝えしました。続いてはこちら、2つの話題をまとめてお伝えします。6月2日障害学習センターでチャレンジ共和国の3回目のプログラムが行われました。区内在住在学の小学4年生から中学生までを対象に毎年開催されているチャレンジ共和国、全4回のプログラムの中でさまざまなことに挑戦し、自主性や協調性を育みながら学校や学年を超えた仲間づくりを目指しています。3回目のこの日は小学生のエンジョイコースと中学生のマスターコースに分かれて活動しました。エンジョイコースのテーマは科学って面白い。講師は都立産業技術高等専門学校の先生と生徒の皆さんです。こちらは巨大空気砲体験。煙を充満させた段ボールから空気を押し出し、空気の流れを体感します。このほか液体窒素で花を凍らせたり、ペットボトルの中で雲を作ったりする実験など、楽しみながら科学の面白さを体感しました。野外ではマスターコースの中学生がメタルマッチを使って火起こしに挑戦しています。マスターコースの今日のテーマはアイデア野外調理に挑戦です。小麦粉を使ったさまざまな料理に挑戦したほか、ポリ袋を使ってカレーライスを作りました。野菜とウインナーをひとまとめにしたポリ袋にカレーのルーと少量の水を加えます。空気をしっかり抜いてしっかり口を閉め、お湯の中に入れるだけで簡単にできるカレーライス。出来たてのカレーライスをみんなで美味しくいただきました。6月6日ムーブ町屋で荒川区ビジネスプランコンテストエントリー説明会が開かれました。区では平成25年度から区内産業の活性化を図るために
荒川区ビジネスプランコンテストを開催しています。荒川区内で創業していただく方を増やしたりですか、応援したりするために主に行っております。区内で創業していただくためですとか、創業者の方をですね、一からサポートするために説明会ですとか事業計画書を作るようなセミナーも行ったりしております。エントリー説明会は5月から実施され、この日は3回目の開催です。コンテストの概要や審査基準などが説明されました。なお、荒川区ビジネスプランコンテストのエントリーの締め切りは7月31日水曜日です。最優秀賞の賞金は30万円、優勝特典として受賞者が所定の条件を満たし区内で事業を行う場合は事務所などの賃料を一定期間補助されます。今週は5つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。